総売上ではまだまだ大きな開きがある。勝負はクリスマスケーキだな。夢月はもうすでに先週から予約を始めてるよ。うちもすぐに予約を始めなくちゃいけませんね。今日中にホームページの方でもクリスマスケーキの予約ができるようにしておくよ。整理券にも予約券をつけたらどうかな。それいいね。クリスマスケーキを取りに来るのはイブよね。お客さんを待たせないようにしないとダメです。取りに来る時間を指定してもらったらどうですか。問題はどんなクリスマスケーキにするかですね。それならもう考えてある。一つは天野のお箱スリエドランジュ、もう一つはブッシュドノエル。どうかな。賛成。ちょっと待って。なんだ。スリエドランジュはフレーズデボーがないとできないよ。そういえばフレーズデボーはニューヨークに行く前に使い切っちゃったもんね。日本でもフレーズデボーの温室栽培があるんじゃないか。でもおばあちゃんのフレーズデボーはスイーツ王国の土で育てたから味が違うよ。そうか。仕方ないね。別なクリスマスケーキを考えた方がいいかも。フレーズデボーなら簡単に手に入りますわ。え？本当に？どこにあるんだ。カッシーのお母様の農園にいっぱいありましたわ。まさかこんなに早く売り上げで追いつかれるとは思わなかったよ。向こうには誠くんがいるんですもの。これくらいのことは想定内だわ。それにまだ総売り上げでは私たちの方が相当リードしているわ。となるとクリスマスケーキの売り上げが勝敗を分けることになるな。早速クリスマスに向けて作戦を立てよう。ジョニーの言う通りです。勝ってクワガタの首を絞めろです。そうね。みんな何を深刻になってるの。私は世界のシャトー製菓の社長令嬢よ。もう次の手は打ってあるわね。佐藤、塩谷。はい、お嬢様。シャトー製菓の本社や近辺の工場の社員たちに予約させるように手配しております。すでに1500個の注文を受けております。完璧です。それって俺たちの力じゃないじゃないか。ジョニー、何を子供じみたことを言ってるの。この勝負に勝って愛をゲットしたくないの。わかったよ。ネットの力ってすげえな。予約はまだまだ入りそうだし逆転できるかも。見て見て、オープン前なのにこんなに予約取れたよ。これだけあれば足りるはずですわ。おいしい。おばあちゃんのと同じ味だ。よし、今夜からクリスマスケーキを作るぞ。え？イブまでまだ3日もあるよ。心配ないよ、サツキ。キャリーカードに入れておけば作りたての状態で保存できるんだ。へえ、それは便利だね。ニューブルームーン追加お待ちどうさま。おう、サンキュー。そしてとうとうクリスマスイブがやってきました。それと強力な助っ人も。天王寺さん、ハニー様。何でも言いつけてくださいな。なんだよこの列は。左側に美味しいショップがあるそうよ。じゃ、そっち行くか。お、雪だ。どうする。社長命令だけど風邪ひいちまうぞ。俺たちが帰ったって大して変わんねえだろ。だな。お嬢様、この雪で社員が相当数帰ってしまったようです。このままではかなり売れ残るかと。なんですって。それにあまりにも長かったため他のショップに流れてしまったお客もいるようで。個性たちのショップに運んで売りさばいてもらいなさい。ブッシュドノエル消費税込みで4200円でございます。お姉ちゃんのケーキ買いに来たよ。大変だろうけどたまにはうちに帰ってきてね。ママ、一番ストリートにドイツのビールのうまいのがあるらしいぞ。行こう行こう。あなた。Thank you.
とかさばきました。大部分は半額でしたけど。最後は7割引きで売っつまっただ。売り上げはこれだけだ。さあ、これで全て揃ったわ。佐藤、ビューティフルナイトキャッスルの13日間の総売り上げを出してちょうだい。かしこまりました、お嬢様。さすがにすごい。予想はしてましたけど。まだ始まったばかりだ。ル・レーブクルールの昨日までの総売り上げを出してくれ。その差は1700万円強だね。今日の通常売り上げとクリスマスケーキの売り上げです。405万。何？俺たちの上を行ったというのか。オープンして以来1日の売り上げとしては最高額だぜ。なんかいい流れね。これはいけそうな気がするですわ。ミント生まれて150年、初めていっぱい働いたらしい。若いんだね、ミントちゃん。どうせキャラミルはおばさんです。この金額は由々しき問題です。それを言うなら、あ、合ってるわ。ビクリーです。小城先輩のショップに並んでいたお客さんたちが相当うちに流れてきてくれましてね。早く合計してみて。塩谷。はい、お嬢様。差は1351万。クリスマスケーキの売り上げを加えて。はい。2500個だ。2500も。まあすごく健闘したってところね。この勝負引き分けね。いや、俺たちの負けだよ。何を言い出すのよジョニー。俺たちはクリスマスケーキの残りを5割引きや7割引きで売りさばいた。純利益では明らかに負けだ。それに私たちは莫大な広告費を使っておりますから。ジョニー、それでいいのか。プロのパティシエを目指す俺のプライドが許さない。潔く負けを認めるよ。ってことはですわ。嬉しい。やったー。雪さえ降らなかったら勝てたのに。アーマノ、今度のことで改めて思ったことがある。ん？何？俺、お前とスイーツ作ることがどんなに楽しいかって。うん、私も同じだよ。これからも二人でスイーツを作っていかないか。俺とずっと一緒にいてくれ。それって、いちご。まこと、なんかいい雰囲気になってきたわね。雪が溶けそうなくらい暑いですわね。好きにやってるわね。いちご。ちょっと待ってください。星野先輩は俺のことを諦め